M60 絶対弱いだろ安いなめちゃくちゃ安いんだけど何のもの安いんだ俺が使ってる銃より安いんだけどなんか裏があるだろこれ何のもの安いんだおかしいだろこの安さはやっぱ弱いんだ <laughs> うんだって弱い銃の値段だもん <laughs> 絶対弱いやんこれ何がいいんだ 一応反動抑押さえてみるか。この中だと DGN か。ぶっちゃけ L5 が低い銃は使いたくないんだ俺は。最低でも L530 欲しい。どんなにカスでも。アサルトボー、お、L523? 終わってんな、俺。終わってるな、この銃。お、いいっすね。l 5ロ <laughs> 終わってる。l 5ロいいっすね。でも昔 l 5ロがメタだったんだけどね。 腰玉が弱くなってから L5 ゼロは使われていない 2U でしょ 2U2 個つけて 2U 効量やばいんで目つぶし光線打ってできました魔のカスタムもう保険だけ。保険5万円ふざけんなよお前弱い武器のくせに絶対弱いじゃんこれあっけ保険保険料やべえ 誰を持って帰らんいや、持って帰るよ、これは。わ明るの <laughs> 覗くの遅っ音うるさタップついてんだけどな。音うるせえよし、ちょっとガンダムするわ。告知したら笑ってくれ。よし、行くぞ。 まずね、ここにえっへっへっででけえかもしてんだよなんだよこれ <laughs> やべえなんか張り切ってパームしに来た人みたいになってる重い体が俺弱えー、リロードできないからやめてくださいちょっとリロードしてみるリロードどんぐらいかかるんだろう ああでも全然早い卵目はあ全然普通じゃん卵目とリロードゴホゴホいってないいやこれ俺 <laughs> LMG じゃなかったら死んでるかもなんだよこの嫌がらせ配置 いや、LMG のチュートリアルですね、これありがたい <laughs> プレイヤーハハハハ う叫ぶな叫ぶな死んでるってお前ピースカかこれ早いなピースカ入ってくんのあ違うセットアップだ死にてえかてめえどれどれおっレベル高いね君のタグは僕スカブか何で女スカブいたんだ お,なんだお前6万円持ってるこいつまだいるか何があったんだめっちゃ死んでる俺全部ただのスカブなのかまあスカブのもんでもあさって帰るか 鍵ねんだよな俺別に寮に来たけどこれ嫌がらせできたけど鍵ないから別になんもできないんだよな寮来てもタスクもないしボスいたら美味しいなありがたいなと思って来たけどうんこれ嫌がらせ来てるだけなんだよな俺やばい重すぎる体が重いえ俺そんなにファームしてないのに持てない <laughs> やばいサミナが回復しない 54? キロこんなにスカスカでどういうことストリングセーリートじゃないと使えないぞこれ安い原因が分かったないやーでも楽しかったですね欠点に目をつぶれば圧力で制圧できるというこのこのメリットは割とありかもしれない何がすごいってヘッドショット狙ってないんだよなヘッドショット狙ったら逆にさ弾外れて打ち損じしそうじゃん あもう胴体狙ってたけど、それであの速さで敵がこてって倒れるのは打ってて楽しいよ。アーマー4なら2、3発だね。もう腕に、腕に2発、胴体1発みたいな当たり方でも多分死んじゃう。アーマー4なら。あー、やっと帰れた。<laughs> 重すぎる。マジで PMC2 人殺しただけの嫌がらせ武器だよ、これ。あ、いいね。もうライトアームで殺したなんて表記、久しぶりに見たわ。 腕に当たって殺したなんてやっぱ久しぶりっすね見たのおおすげえマジですげえ格好してる矢野 <laughs> さん不倫したことありますかいやないっすよ俺は週刊誌がよくやるすでに証拠つかんでるやつ本人はないと答えたやつそうか捕まれたのか俺あるわけないじゃないあるわけないじゃない<笑><笑> でも週刊誌がついてるらしいからな、いろんな、でも今はついてるのかな、ゲーム界はついてるらしいからな、やってたらすぐ表に出るだろう、それとも各チームが所属選手をビビらせるためについてる嘘かもしれない、お化けみたいな、夜更かししてたらお化けで来るぞみたいな、悪いことしたら週刊誌にすっぱ抜かれて人生終わるぞみたいな、各チームがそう言ってるだけかもしれない。 少なくとも俺は言われた。今ゲーム関係の人はついてると思って動いた方がいいですよって。まあもし俺についてる人がいたらかわいそうだな。多分でもね、いないね。俺、定期的にクリアリングするけど、人がついてきてること一度もないから俺は多分もうないね。こいつは絶対出ないってなってるね。俺一人で出かけることはマジで月に一回もないな、多分。二三ヶ月に一回ぐらいだね。俺人と飯食いに行くとか。それ以外はジムと。 家の往復のみ。一日中家の中で。出かけるときは家族で出かけることしかないっすね。マジで暇だろうな。もし俺のこと見,見るとしたら。これどこだあ、村じゃん。村最速じゃん。ラッキー。えー、あって帰ります。鍵目明後日行きまーす。まだこの鍵使ってないんですよ、俺。 フムフムカードキーはないかスピアンじゃんじゃあ RSA か。なんていうのこれ RSA すやばサップしかねえう微妙いやこれで微妙って言ったら悪いんだけどこの部屋にしては微妙 ビットコインとかすごいからなある確率この部屋にしては微妙それほど俺はこの部屋期待してるからなあ音まあスカブだと思うが もう一人。壊れちゃった。もしんか。ちょっと頭一発ワンチャン危ねえな。これ。<laughs> 危なすぎる。やめろよ。 おー <laughs> あははぁ、悲しい。しかもこれじゃ俺の頭一発抜けねえや。<laughs> 悲しい。なんて悲しいんだ。この世界は。レベル8と9。バンシーか、レベル、レベル8だしな。愛したるか、バンシーは。 というのは真っ赤な嘘。全部持ち帰って店売りします。相手のケツ毛までむしり取ります、俺は。リグまでしゃぶります。これも売ったら1万いくらいになるからね。1万円落ちてねえよ。命のやり取りしたんだ。そのぐらいもらわないと。俺はリスペクトしてる。たとえ相手が初心者でも。いらねえっていう一言の方が、俺は大事に使う、この装備を。勝とする。 いらねえって方が舐めてるぞ。命のやり取りをした相手に対して。これはリスペクトよ。覗くの遅あ <laughs> 危ねっあかんわ、これ。このエルゴ時代において、この覗きのっさは。っていうかね、気づいたら終わってる。ここの、ボス狩りは。世の中に詰まってて、無音でリシャーラが出てきて、ぶっ殺して終わりなのよくあるから。 気づいたら終わってる正直いってぇなうわーフレシェットセットアッパーだ危ねえ4アーマーじゃねえかまあいらないけどな いらないけど、なんか見逃してもらえたって思われるのがムカつくからパクったろな。まあいいや。バラバラにして返すわ。俺はお前が偽装工作してるの見抜いて、見抜いたぞっていう意味でバラバラにして返すわ。なんか、あ、よかったー。ほら、きらさにしたから見逃されたわ、4アーマーって思われるのが尺。俺は4アーマーなんていらないからね。ガッチャマンみたいな髪型。 わかんねえ。ガッチャマン、ガッチャマンってなんだあの、昔のアニメか。J ネギア出てるっす。ガンダムだったらついていけるんですけどね、俺。昔の話。ガチで、ファーストガンダム言うて、多分世代の人に詳しいっすよ、俺、ファーストガンダム。ガンダムだったらついていける。昔の話に。ガンダムクイズやりたい。ホワイトベースのコックの名前は。えー。 塩が足りないさん。塩が足りねえっていう人だろ別にそんな話をしてねえ。それ逆張りクイズって言うんだよ。そんな話をしてねえんだよな。一年戦争時のブライトさんの年齢。ああ、やべえ。えー、19。いや、2、18か。まあ、ほぼ正解だろ。 シャアの本命はあネタバレになるんで、ちょっと、そういうのは言えないっすね。これからガンダムを、のネタバレ込みじゃねえんだよ俺は。人を傷つけないクイズがしたいんだよな。怪獣ジの助けた女の名前。あー、なんだっけ。ミカウだかなんだかって名前だな。まあ、そんな別に脇役の死にゆくキャラクターの名前なんてどうでもいいんだよな。ガンダムの正式名称。あ正式方は RX782 ですね。はい。RX781 も存在します。 あまり舐めないでいただきたいな。俺ガンダム詳しいんですよね。案件待ってます。でもガンエボの案件はもらえたな。ちょっと俺のガンダム知識を披露する前に終わっちまったわ。まあ、そうだね。ガンオタと、あれの需要がな。多分、ガンオタに向けてやるんだったら、割り切った方がいいんだよ。キャラゲーに。ガンオンみたいに。で、ゲーマーに割り切るんだったら、 ゲーマー意外とガンダム知らねえんだよ。今日めっちゃ足臭い。知らねえよ。俺、俺、妻にも確認してるんだけど、足臭くないんですよね。昔から。俺自信あ、俺自慢なんですけど、足臭くないんですよ、俺。俺自慢。第三者でしょ、妻は。しかもめっちゃ鼻いいから。 普通に俺朝寝起きとかで歯磨か,かずに話しかけるとつ妻に怒られるんな口癖になるマジで怒ってくんだよね死ぬほど華よくてうちの妻ありえんぐらい華よいんだよねマジで犬並みいや機嫌悪い時はでもガチでそんな感じでらんでって頭痛くなるから喋らんでっんたた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  げ二度下がるんじゃねえぞすいませんあんまなくなりましたやったか <laughs> しハしんでる湿し死んでるさすがに打ち過ぎたとっくにやっていたらしい湿 <laughs> し死んでる分からなかったよもうやったかどうかは分からなかったよ実際俺は。 俺は逃げない